上手に乗れる方は自然に全てを操作してるし、何が誰かから教わるということなしに、結果的にトラブルは非常に少ない状態で維持していくわけです。ところが感性のない人、この人は、あ、じゃあ調子見るんだったら私の車があるから構わないから、ここ一周どっか好きなとこ行って、この車がどんなのか乗ってみてくださいっつって渡すでしょ。わずか数時間ですよ。緩まないはずのところが緩むんですよ、マジで。それは本人も分かんないと思う。場合によっちゃそれはちょっと極論かもしれないけど、1日2日預けて帰ってきますよね。もう調子が全部違うわけですよ。渡した時と違うぞ。これはさっき言ったように説明がどうこうじゃなくて、乗れない人、感性を悲しいかな持ち合わせてない人、現実あるんですか。消耗部品はこれはもう誰がどう扱おうがもう逃げることはできないんですけど、その日頃いつも通り乗ってても車自体が変調をきたすケースが多いっていうのは、まずは母体自体に問題があるのか、扱いに問題があるのか、それはちょっと疑問をかけた方がいいですね。だから専門的なこととか何々に詳しいとかなので一切関係なくて、ご自分の車のエンジンかけてみて、アイドリングがどんな感じで動いてるのか、ボンネット開けてエンジン見ててもピタッと静かに止まって、音はエンジンですからいろんなものが動いてるんで音はするんですけども、それが不快な音なのか、あ、至って滑らかな質の音なのか、揺れてんのかエンジンがね、まあ、はたまた室内にそのシフト、ギアのシフトがあるとすれば、それがピタッと止まって変動なくアイドリングしてるか、それだけでもね分かるはずですよ。何らかがおかしいのかどうなのか。ダンキーは基本的にアイドリング状態でマックス何分ぐらいですか。いや、基本的には僕は経験値からしてエンジンかけますよね、冬だろうが夏だろうが、まあ、特に冬の方が影響は出てくると思うんですけども、まずエンジンかけてエンジンがいつも通りのかかり方をするかで、即アイドリングのいつもの回転で安定してるかどうか、それだけです。それが確認できたらもうギア入れてゆっくり走り出す。その代わり急いえば 2,3 キロは速度出さない、回転も上げない、要は油を全部回してあげる。でそれが終わるとある程度車自身の暖気が全部行われますから、車軸周りから何か足周りからね、そしたら踏み込んで構わない。 2,3 キロアイドリング長ければ長いほど温まるからいいことだろうと思う。それは確かに一部では間違いないけど、その間シリンダーの中はガソリンぶち込まれてくすぶってるわけですよ。そうじゃなくて最低限の基本的なね、最低限のガソリンで動かしてあげるのが一番いいっつったでしょ、効率が。それと同じようにもうカーボン貯めないでもう動かす、本質的な負荷のかかった燃焼が始まるんで、それで油を回してあげて車自体を人間と同じように温めてあげて、そっから普段通りの扱いです。